沼風は、日本海軍の駆逐艦。峰風型の15番艦である、舞鶴海軍工廠で建造。一等駆逐艦に類別され、横須賀鎮守布石に編入。1922年12月28日より、同系艦、野風、波風、上風型駆逐艦、第一駆逐艦と第一駆逐隊を編成し、千島、北海道方面の交通保護に当たった。 1933年3月3日に発生した昭和三陸地震の時、沼風は横須賀港にあり、第一駆逐隊の領艦、上風、野風、第六駆逐隊の伝、雷と共に当日の午後に出港した。沼風は翌日早朝までに宮城県の名川に着き、救援に当たった。後続の布設艦五福島が6日に、釜石に到着すると、 同艦から物資を受け取って7日に、女川に移送した太平洋戦争では、主として北方において、海上護衛紹介活動に参加。1943年12月15日、15隻の船団を護衛し、高尾を出港し、文字を目指した。船団護衛中12月18日、沼風は敵潜水艦を、発見を打電した。21時に、 爆雷攻撃中と打電後、沖縄南東海域において、米潜水艦、グレイバックによる雷撃での反撃により12月19日の早朝、北緯26度29分、東経128度26分にて戦没した。この際、第一駆逐隊司令、渡辺康正大佐、山下清艦長、勝木武彦砲術長、池川運七水雷上位下上院173名、 全員が死亡した。翌1944年2月5日、沼風は除籍された。艦長たちの軍艦誌235から236ページ、日本海軍誌第9巻、第10巻の召喚履歴及び艦報による、階級は就任時のもの。ありがとうございます。